お話作家の妄想トーク。この番組はご縁応援貢献の夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。皆様こんばんは、石黒久人です。今日のお話作家の妄想トークはですね、ちょっとここ数日ぐらい の話題を中心に、強い個人の時代が来たというようなテーマでお話をさせていただこうと思っております。もう先々週になるのかな、実はですね、久しぶりにお芝居を見に行きました。どういうお芝居かというとですね、キャプテンハーロック次元公開というお芝居でございまして、僕が高校生の時だからもう40年近く前になるんですけれど、松本零士原作で宇宙海賊キャプテンハーロックという漫画があって、アニメ化もされてたんですけれど、それがですね、なぜか今またブームが再来しておりまして、舞台劇になったものでございます。雑誌でもですね、若い作家によって宇宙海賊キャプテンハーロックが、次元公開というタイトルでリメイクされて連載をしていますけれど、多分そのあたりがきっかけなんじゃないかなと思っております。で、本当にですね、僕は松本零士の漫画のファンだったんですけど、で、実は友達に誘われてこの舞台劇を知って、見に行ったんですけど、最初はねちょっと不安だったんですね。というのは、松本零士というと宇宙戦艦ヤマトとかもそうなんですけれど、あんまりねお芝居向きではないんですよ。例えば宇宙戦艦同士の砲撃戦とかですね、あるいはのが中心になったりしてね、そして、人間同士のアクションというのはあまり描かれない方なんですね。ですからやはり舞台劇というのは人間の演技が中心になりますので、そのあたりはこう地味になるんじゃないかなと思ったんですけど、いやいや、これがですね、なかなかスペクタクルな作品になっておりました。全然知らない方もおりますので、ざっとですね、物語の設定はどんなのかというのをお話ししますと、だいたい1000年ぐらい未来のお話でございます。で、その頃ですね、地球もだいぶ大敗してきてですね、戦う意志もなくなって、宇宙からですね、マゾーンという、植物生命体なんですけれど、これがですね、もう惑星規模で地球に侵略を開始したっていう。ただもうその頃の地球人というのは、腰抜けになっていて、なんて言いますかね、こう首相もゴルフとかギャンブル狂いになっているという、そういう設定時代なんですね。で、その宇宙艦隊みたいなの持ってるんだけれど、戦おうとしない、そんな風な時代に、その宇宙海賊キャプテンハーロックと40人の宇宙海賊だけが戦いを挑もうとするという、そういう物語でございます。で、面白いのがですね、このマゾーンという植物生命体のがですね、なぜか人間の美しい女性の姿をみなしているという面白い設定があるんですね。で、
まあ、そういう設定での物語が始まります。で、面白いのがですね、このじゃあ宇宙戦艦同士の砲撃戦とか、まあ、爆発シーンはどうするのかというと、これがアニメーション映像でその映画のように舞台に投影されるんですね。ですから、まあ、最近流行りの 2.5 次元と言われるものなんですけれど、その2次元の、アニメーション映画と、それと3次元の、その実際に肉体を持った人間がその前で演じるというのの組み合わせが非常にうまくできておりました。で、物語のクライマックスとか、あるいはそのアクションシーンなんかはどのように作ったかというと、そのマゾーンのですね、まあ、女性の突撃隊みたいなのが十数名、この宇宙海賊キャプテンハーロックの乗る海賊戦艦アルカディア号の中に突入してきて白兵戦を挑むという形でのこうアクションシーンになっております。で、このアクションがですね、やっぱり見てるとすごかったんですね。そのまあアルカディア号の乗組員というのは、まあ、一部の美しい女性を除いてですね、まあ、40人の、まあ、無法者の無屈けき男たちなんですね。その、まあ、なんて言うんですかね、割と見た目どうしようもない男たちとですね、そのマゾーンの突撃兵というのが、これも松本零士原作なので、ぴったりしたこう体のラインがはっきり分かるボディースーツを着てるんですね。で、しかもですね、よくこんだけこう松本零士の漫画に出てくるようなすごいプロポーションの美女ばっかり集めたなというような人たちが突撃兵として登場してきます。それでアクションを演じるんですけれど、特にこの突撃兵のリーダーの方なんかはですね、やはり身体能力がすごいんですね。ですからこうサーベル戦、サーベルでの切り合いみたいなシーンの中で、こうハーロックの重力サーベルを避けてですね、くるっと回転するシーンがあるんです。これ水平回転なんですけれど、髪の毛がですねセミロングなんですけど、この髪がですねこう回転するとき遠心力でですね、このふわーっと円錐形になってものすごい綺麗なんですね。これにはね本当に感激いたしました。で、その他のその十数名のマゾーンの、まあ、女性兵士突撃隊の方もですね、こうツイッターでいろいろ読んでたらば、そのまあ突撃兵の中の一人の方のが書いてたんですけど、もう体中あざだらけですという、まあ、練習とかね、あるいは本番でもこう本当は当たらないはずなんだけれど、こうサーベルが当たってしまったとかね、そういったことがやはり随分あったみたいです。でもそういうこう僕アニメーションとかね実写映画も好きなんですけど、やっぱりね舞台劇っていうのはこの目の前で人間が演じてるっていう凄さがあるんですね。例えばこうハーロックの剣を押さえていた敵の兵士、まあなぜかはマゾーンなんだけど、男性のこれまた身体能力がすごい人間が3人ぐらい入ってるんですけど、こうハーロックのサーベルを押さえていたその3人のサーベルをハーロックが上にパーンと弾き返す、その瞬間に3人の、マゾーン兵士が同時にバック転をするという、こういうシーンなんかは例えばアニメーションでね同じことをやっても、絵というのは何でも描けるわけですから特に感動はしないわけなんですよ。でもね、僕はこのお芝居前から2列目のすごいいいところで見てたんですけど、目の前でパーンとやられるとこれはねやっぱり心が熱くなりますね。人間ってすごいな、こんなすごいことができるんだって。で、またねこれだけの舞台を作るためにどれほど稽古したんだろうって思うと、やっぱりそれだけで十分満足感があります。
まあ、ストーリー的にはですね、全体の物語の本当に導入のところまでしかやってないんで、こう大変こう残念なことに、その松本零士の原作の宇宙海賊キャプテンハーロックを全く知らない人が見たら微妙に何が何だかわからないで終わってしまうというところがあるんですけど、まあその辺はどうせファンしか来ないからいいじゃないという割り切りもあったんじゃないかなと思います。まあそんな風なのをすごく見たんですけど、その時にねすごく印象に残ったのが、この地球連邦というのがねもう機能しない時代において、強大な敵の侵略に対して強い個人が立ち向かうということ、これがねやはりものすごく印象に残っていたんですね。でそういう目で見るとね、最近のこういろんな世の中の状況というのがなんかねこちらの方にシフトしてきてるんじゃないかなという気がしています。この放送は2月の後半になると思うんですけど、本日収録はですね1月21日、つい先ほどアメリカ大統領にトランプさんが就任されてます。で、まあ、このトランプさんというのはもう多くの方がご存知と思いますけど、30年ぐらい前からアメリカを代表するもう大富豪の方でした。まさにこう強い個人の象徴みたいな方なんですね。なぜこの方ですね、ツイッターで中国ともやり合ってるという、この大統領就任前からちゃんちゃんやり始めてるというくらいの、まあ、非常に強い個人でございます。あるいはですね、まあ、何日か前にはそのアパホテルというですね、日本の一つのホテルグループがですね、そのホテルの部屋に置いてある本が気に入らないと、またこれも中国がクレームをつけたできたことに対してですね、少なくとも今日までは完全と立ち向かって戦っているという状況が展開しています。これももう社長さんの書いた本なので、文句は言わさんという、日本は自由の国なんだからいいじゃないかということを言っています。またクリエーターの方でですね、特にまあ、物書き系のクリエーターの方で話題になったのが、キングコング西野さんという方の、まあ、お金の奴隷解放宣言というのがものすごく話題になりました。この西野さんはですね、非常に多彩な方で、煙突町のプペルという非常に美しい絵本を書かれています。まあ、これもチームで書いたということだそうなんですけど、これがですね、まあ、昨年10月くらいかな発売されて、23万部ぐらいもう売れているという。でこれに対してです、この絵本をですね、ネットで無償で公開したということで、まあ、これがねちょっと話題になっています。まあ、この無償で公開したことでですね、要するにもうクリエイターが、まあ、お金をもらえなくなるんじゃないかみたいなことでドワーッと反応してきているんですけれど、じゃあ無償で公開したら売れなくなるのかというと、そうじゃなくて、またアマゾンで1位になりましたとかっていうような、報道がありました。このね、その無償公開ということについてなんですけど、これについて僕のこのラジオでも以前話したことがあるんですけれど、やはりですね、大人向けの本と子ども向けの本というのはちょっと事情が違うところがあるんですね。大人向けの本で例えばミステリー推理小説なんかを公開して、まあ、例えば犯人がね明らかになってしまったらもう売れなくなるの、これ当たり前なんですよ。だけど子どもの本というのはねちょっと違うんですね。子どもの本というのは子どもが自分のお小遣いで買うんじゃなくて、親が子どもに買ってあげるものなんです。そうした本というのはですね、その
親が中身を知らないとあんまり買ってくれないという、これね僕もあの児童書を出版したんですけど、本当にね事実としてこれあるんですよ。実際にゴンギツネの絵本を持っている方というのは多いと思うんですね。まあ、このゴンギツネっていうのはもう昔からの名作と言われているもので、教科書にも載っているぐらいです。じゃあでもね、じゃあ教科書に載っても読んで内容を知ってるからいらないかっていうと、そうでもない。ゴンギツネという絵本はもう何種類も出版されてますけれど、やっぱり あのお話良かったな、もう一回読みたいなとかね、自分の子供にも読ませたいなと思うから売れるんですね。そういうところがあります。ですからこの煙突町のブベルがその無償公開したことによって売れたと、またね1位、アマゾンで1位になったというのは僕ものすごくよくわかります。あ、こんな綺麗な本だったら買おうって思うんですね。普通の人なかなか大人だったら、まあ、子供のいない人でしたらね、本屋さんの絵本のコーナーには行くことはないと思います。で、まあ、本当に僕なんかはそういう絵本のコーナーとか行ってね、自分の手に取って中を見て、あ、いいなと思ったら買ってほしいというような人なんですけれど、なかなかそういう機会に恵まれない人に対して中身を無償公開する。でもこれはね、この無償公開なんていつ終わっちゃうか分かんない。やっぱり本として手元に置きたいなと思ったら買ってしまうというところはやはりあるんじゃないかなと思います。だからある意味でこれもですね、強い個人のだからこそできたところがあるんじゃないかなと思ってます。またですね、この兆候はやはり去年の映画なんかにもあったように思います。例えばシン・ゴジラというのは、まあ、庵野秀明さんが総監督で作った作品です。もう多くの人がご存知の通り、この庵野秀明さんはどこかのアニメ会社に所属して、そこでアニメーションの作り方を勉強して監督になった人じゃないんですね。自分で自主アニメみたいなものを作り始めて、誰からも教わったことがないのにいきなりトップを狙えという作品の監督をして、そしてのし上がってきた方なんですね。あるいはその君の名はの新海誠監督も同じです。この方も最初の作品から個人で全部作ってるんですね。そうするとやはり個人っていうのは今すごくスポットが当たってきているように思います。昔から東映アニメーションとか日本アニメーション、あるいはサンライズとかね、いろんなこうアニメ会社というのがあって、まあ、そこで学ばれた方よりも一人でなんていうんですかね、この道を切り開いてきた方が今世間を席巻しているという、こういうやはり強い個人の時代が来てるんじゃないかなと思います。まあ、僕なんか子供の頃ですね、こうアフリカでね、シマウマをの群れをこうライオンが襲うときに、シマウマというのはこうエンジンを組んでですね、こうライオンが襲おうとするとこう後ろ足でのこうキックをみんなでしてライオンを追っ払っちゃうんだみたいな、まあ、そんな話を聞いたことがあります。まあ、そのお話は何を伝えたいかというと、弱い個人でもたくさん集まれば強いものに勝つことができるんだよっていうことなんですね。で、あ、そうかそうなのか、すげえなと思ってたんですけど、これは後に調べてみるとですね、この話は嘘であったという。そのアフリカで人に聞いてみると、そんなの見たことないという。実際にシマウマの群れをライオンが襲った場合には、まあ、逃げ遅れたシマウマ、まあ、病気だったりとかね、怪我だったり、そういううちの一頭が、まあ、ライオンの今夜のご馳走になって、まあ、残りのシマウマは逃げておしまいという、まあ、
そういうふうなものなんだというのを聞きました。だから、そういうことがまさに今現実になってきているのかな。強い個人が国家をも動かす時代になってきたのかなという感じがします。勇者一人立つとき最も強しという言葉がですね、これ田中角栄元総理大臣の秘書から、政治評論家になった早坂茂蔵さんという方がよく使われてた言葉があるんですけど、これは僕学生の時に知って非常に感銘を受けた言葉でもあります。ご存知の方も多いと思うんですけど、これはですね、みんなでやろうぜじゃないんだよっていう、まず俺がやると思って勇者が一人立ち上がった時に、じゃあ俺も手伝うわというのが集まってくるんだという。だから最初からみんなでね、力を合わせて頑張ろうって言っても、物事って何もなかなか動かないんだっていう。でもたった一人でもう本気でやろうとするやつが走り始めたら、それに同調する人たちがついてくるっていう、そういう言葉なんですね。で、僕自身もそういうふうな経験はあるんですけれど、やっぱりこの強い個人というのに今までの日本の教育というのはあんまりスポットを当てていなかったような気がします。例えば学校教育なんかだと、とにかくみんなで力を合わせようってなります。でもそれが結局先生だけがこう温度を取ってですね、生徒はみんな嫌々ながらでやってるだけのような感じがする。でもそういう教育をいくら受けたとしても、個人が一人で何かをやろうとしたときに人を動かす力って出てこないんですよね。でも人を動かそうとする力、個人が多くの人を巻き込んでいこうとするときには、やはりそのトップに立つ人間の思いというのがものすごく重要になってきます。実際歴史を見てみると、歴史を動かしてきたのは強い個人なんですね。大勢の庶民では残念ながらないっていう。大抵の人っていうのは周囲の猛反対の中ですね、たった一人でやり始めてる。やっぱりね、みんなでっていうと周りの人のね、なんていうのかな、同調を必要とするんですね。そうやねって言われるところまで行かなきゃならないって。で、結構それってね、僕もいろいろプロジェクトを作っては挫折しというのがありましたけど、やはりなかなか難しいところではあります。シンゴジラの、話なんかもちらちら最近出てきましたけど、裏話ですね。総監督の庵野秀明という方がですね、は結局何だったかというと、シンゴジラのスタッフにとっての破壊神ゴジラであったという。庵野秀明がぶっ壊したのは実はシンゴジラのスタッフだったというような話が漏れ聞こえてきております。要するに今までの延長上でいいじゃないかっていう、いわばなあなあで一種の幸せなグループを作ってたところに、ゴジラが乗り込んできてですね、なんていうのかな、和気あいあいとした雰囲気を全て破壊していったという、それがそのとてつもないクオリティを作った最大の理由なんだということを言ってます。つまり何て言うんでしょう、この日本というのは和をもって尊しとなすという言葉がね、これって聖徳太子がおっしゃったと思うんですけど、十七条の憲法に書いてあるのかどうかちょっと記憶にないんですけど、どうもこの和をもって尊しとなすというところをそろそろぶっ壊す時代なのかなと思っています。これね、例えば新海誠監督にしてもね、アニメは一人で作れるってことを証明しちゃった人なんですよね。これってやはりクリエイターにとっては衝撃でした。
まあ、みんな大勢の力を合わせなければできないと思ってたのが一人でやっちゃったっていう、その人が、まあ、天下取った作品は一人で作ったものではないけれど最終的に天下取っちゃったというのはすごいことだと思います。だからこう最近こうクリエイターの目の輝きがいろいろいろんな人に会ってみるとね、妙にこうランランと輝いているんですね。こうなんとなくもう疲れちゃったな、俺この程度でいいかなと思ってた人が俺もやったるみたいなこう輝きを見せ始めたというのはなんかちょっと面白いかなと思います。で、面白いのはこの調和を捨てて改革をした、まあ、日本の歴史でいうと織田信長という方がいるんですけど、この方もですね実は最近の、まあ、漫画アニメの世界では非常にスポットライトが当たっています。あっちこっちに出てくるんですよね。まあ、織田信長の野望というゲームがあって、まあ、それの一種のパロディなんですけど、織田信長の野望というライトノベルとかアニメーション作品がありました。これは織田信長とか当時の戦国時代のですね武将がみんな美少女であったというむちゃくちゃな設定で展開するお話です。で、あるいは信長のシェフとかね、信長コンチェルトっていうような、まあ、信長というタイトルがついた作品も、これもまあ実写になったりいろんな形での展開がをしています。あるいは信長というのはですね、このタイトルにはついてないけど知ってるかな、そのドリフターズとかね、あるいは村上海賊の娘というような作品の中にも実は信長というのはこっそり出てきております。そんな感じなんで、やっぱり時代というのが変わりつつあるのかなという気が僕はなんとなくしています。要するにそれまでの平安時代のいわば平和ではあるけれど停滞した流れをぶち壊していく力というのが今働いてきてるんじゃないかなと思います。この宇宙海賊キャプテンハーロックというもう40年近く前のですね作品が今またスポットライトが当たってるっていうのもおかしなことなんですよ。で、海賊で言えばね、百田さんの海賊と呼ばれた男とかね、さっきもちらっと紹介した村上海賊の娘とかね、海賊というキーワードがまた出てきています。ただここで言う海賊というのはよその船の荷物を略奪する悪党の海賊ではなくて、実はたった一人でも強大な敵に立ち向かうという意味でのいわば正義の海賊なんですね。どうもなんか今そういう時代が来つつあるように思います。大勢の みんながこう手を携えて何かしましょうというところから、強い個人海賊と言われるような存在が今中心になって日本とか世界とかを動かそうとしているんじゃないかなという気がします。まあ、なんか今回はお芝居の話からちょっと、まあ、そこでこう気になったことで世間を見渡してみるとちょっとこんな風に見えるんだよという話をさせていただきました。どうもありがとうございました。ではまた。